はいどうも、フメレオです。レインコートクリストファーロビン、こちらスキルマンになったんで遊んでいきたいと思います。変化数20ですね。あれ21だったけどな、俺が数えた時、あのあれでね、海賊プレイ動画で21だったと思うんだけど、なんか20っぽいっす。っていうところで、まずはちょっと発動するとコイン補正一応ちゃんと調べてみましょうか。はい、ということで発動数がね、最速プレイだと分かんなかったんだけど、まあ、多分17だと思います。7ですね、今7です。76なんで、76だと76だと13か16か、16だ、どうす16っす。返しておきましょう、忘れずに。コイン補正値っすよ、ちょっとはめてありますか。こんだけ貯めれば、まあ、ほぼほぼ全勝負いく、こんだけいけばいくでしょ。あ、1個足りんかった。消去前36ですよと。40でグダグダにした。576、 170% ということで 1.7 倍ですね。大消去すると、まあ、こんだけ増えると。純増は540枚ですね。はい、ということでやっぱ補正はえぐい入っているというところです。14消去とかだと 2.7 倍ぐらい入るというそんな感じですね。はい、ということで、まあ一応分かったんでね、じゃあフルアイテムでどうなんですかいというところで、やっぱね、変化数がね、ちょっとね、20だときついっすねっていうところはやっぱあると思います。正直あるとは思うんですけれども、でも毎月貯めるしかないでしょね。でこれをやっていけば強いんちゃいますかっていうね、実は強いんちゃいますかと、リバー調整して可能性なくない？ある？可能性ありそう？なさそうだな。ちょっとあまりにも時間がかかりすぎてる気がする。溜まればいいか。月沼だとね、まあでもそれでも もうちょっとあれかな、溜める時間短くすれば行ける。ナイスナイス。そうでもなさそうかな。そうでもねえな。結構きつかったっすね、なんだかんだ。5218万。まあやっぱきついっすね。次ちょっとご用のみでやってみますけども、まあちょっと今溜めすぎ感もあったんで、まああと、まあ一応フィーバー調整は必須かなと思うんで、まあそこの調整は必要だとは思うんだけど、
もうちょっとざっくりというか、まあ簡潔に、簡潔っていうか、なんだろう、まあ、簡単に、まあある程度溜まったらすぐ使っていくみたいな方法で、やりつつもフィーバー調整していくっていう方法で、じゃあどんだけ伸びるんだいと、まあ、伸びないかもしれんけど、っていうのをちょっと見てみましょうか。なんか黒いツム？なんか黒いツムをここでやるか。一旦。ということで、いやでも6000ぐらいいけるかなと思ったけど、やっぱ天かす20きついっすね。30ぐらいやってほしかったけどな、せめて。あとそもそも発動数17多くね。これは使っちゃうか。次はだいぶきついわ、やっぱ。だいぶきついっす、皆さん。これはもうキツキツのキツっす、俗に言う。じゃあいつも2個かあれ、しまえ。いやここでこれだともうかなり絶望。こんなきついと思ってなかったな。もっといけるのかなと思ったけど、やっぱ溜めに行くのが大変っすね。イエーイ、4000マヒヒヒ。まあでも40勝強ぐらいしつつ、スキルループ狙っていく方法がまあ一番いいとは思うんだけど、どうすかね皆さん。多分貯めないでやって、まあ微妙に20勝強とか30もいかないような勝強数やってもですね、多分そもそも4000コインもいかないんじゃないかなと思うんで、まあ、コイン稼ぎやるならこの方法なのかなと思います。まあ、スコアはどうすか？でもスコア結構出そうじゃない？ 1500 万っすよ。あれが、まあこれ倍率かかってるからさ、ね。積むレベル今3だけど、これマックスにして、これ、スコアがちょっとどんぐらいまで伸びるかわかんないですけど、はい。これがまあ1500とかそこら辺まで伸びるんであれば、一撃のスコアはめちゃめちゃ、いけんじゃないかなと。まあ、その辺もちょっとまた動画にしようかなと思います。はい、ということで、レインコートロビンスキル6は以上でございます。なかなか気づいてございます。皆さん、ぜひ、はい、コメントしていってください。それではありがとうございました。バイ。